億万長者合宿シリーズをご覧の皆様、今日は非常に残念なお知らせがあります。なんとですね、忙しいからこのリレーができないという方が現れました。仕方がないですね。凡事徹底、こういう時に中断するのも凡事徹底、ぜひね、大事だと思うことから順番に片付けていただきたいと思います。私は非常に寂しいですけども、他の方とリレーができますんで、やってますんで、どんとこいでございますね。どんなに忙しくても、麻雀店1日16時間やってても、頭が痛くても、美味しいもの食べていても、デートがあっても、動画編集アップロード、それは私だけになってしまったんでしょうか。というふうなね、意地悪からスタートしましたけども、吉谷さんがしばらくその動画のリレーができないということでね、以前から聞いてましたんで、で以前もね、一旦停止があったんで、仕方がないかなと思いますね。だからこれがね、凡事徹底の難しさなんですよ。凡事徹底が中断されることもあるんですよね。いやね、こっちが忙しいでこっちできませんとかね、こっちが忙しいからこっち一旦休みますというふうになるの、吉谷さんでもなるということなんで、多くの方がそうなってしまうのは、ある意味規定路線であるから、だからね、戦っていってほしいなと思います。どんな方でも、そうなるんですよ、これがね、本当の姿です。吉谷さんはね、別にそれここでいじくるわけじゃないんですよ。吉谷さんに嫌味を言ってるわけじゃないんですよ。嫌味を言ってるようになっちゃいましたけど、結果的には。だから吉谷さんほどの人でも凡事徹底をこうね、なかなかやってるんですけども、ちょっと変化が訪れたりとかね、ちょっと休みましょうっていう風な時もありますので、多くの方は燃え尽きないでほしいなと思うんですよ。で途中ね、三日坊主になっても、でもプロの人でもそうなることはあるから、自分を許してあげようと。もう一回三日坊主で終わったから4日目を休んで、5日目にまた一からやってみようって、この精神でやってもらいたいなと思うんですよ。いわゆる再開ですよね。で、人はね、平等に24時間あると言われますよね。で私はこれはね、そうではないと思ってるんです。実は人は24時間っていう風な、時計を見ればそうなんですけども、動きが遅い人と早い人っているんですよね。で疲れやすい人と疲れにくい人っているんですよ。で気持ちが湧く人と湧かない人っているんですよ。すべからく時間っていうのは相対的なもので、1日の24時間がもう長いっていう風にね、使える人、30時間とか50時間みたいに使える人と、24時間あって1日中ね暇なのに、あっという間に夕方になっちゃったみたいな感覚の人もいるんですよね。そうなると、自分の置かれた環境で自分のね、不利なところで戦うんじゃなくて、自分が一番有利なところを探して、そこで戦っていくっていうことが必要なのかなと思うんですよね。いわゆる素養です、これが。自分は動きが遅いけども、でも頭は回るんだよっていうことだったら、体を動かすよりも頭を動かす方に、努力っていうかね、エネルギーを使った方がいいと。要するに素養をよく動かすってことなんですよ。でそういうことをせずに、いわゆるコンサルの人って、生徒が来たらみんな同じように教えるんですよね。でみんな同じように教えてるよと。でこっちの人はうまくいったよ、同じように教えてるあなたもうまくいかなくちゃっていうふうになるんですけども、一人一人の素養に目を向けた時、その人の背景に目を向けた時に、あ、この人にはむちゃくちゃ詰め込みの凡事徹底は向かないなと、この人にはスパルタは向かないな、この人は褒めながら言った方がいいなっていうふうに、100人いたら100通りの特別扱いをしないといけないかなと私は思うんですよね。もちろん本人が特別扱いをしてくださいとか、私を鍛えてくださいって希望されればですよ。で私の速稼塾に来ても、鍛えることを希望しない人はやっぱりね、何のメッセージも来ないです。私の動画をたまに見てそれでいいやっていう人は、そういうね、使い方もありますから。でもね、どうしても稼ぎたいと、人生変えたいっていうふうに、言う方はやっぱやりますね。でその方が投資が向いてるのか、転売が向いてるのか、アフィリエイトがいいのか、それともセミナーができるのか、 YouTube がいいのか、それを私も一緒になって見極めて、一番有利なところ、その人の素養があると思えるところをトライしていくって形で、少ない労力でたくさんのね、利益といいますかね、ポイントを稼げるようにしていくのが、アドバイスなのかなと思うんですよ。要するにアドバイスする人とアドバイスを受ける人、これのね、こちらの人の素養、こちらの人の素養を見抜く力っていうのが合致した時にブレイクするんではないかなと思うんですよ。で吉谷さんがそのチャンネル登録の名前をね、ちょっともじって見つけて、これ違うよって時に、いっかっていうふうにその方が言ったと。それを素養だと見抜いたからこそ、これはいけるなって思ったと思うんですよ。だからそういうのを100人いたら100人に、私たちはやっぱりね、指導者として見抜かないといけないのかなと思うんですよ。同じように教えてるけども、あなたはこっちの人が教えてうまくいったことがなんで使えないのとかね、凡事徹底が向かない人にも凡事徹底を押し付けちゃったりとかするのは、やっぱりね、気の毒だなって気がするんですけども、どうなんですかね。これは私に対する課題でもありますし、多くの
いわゆる自称指導者とされる方に対する課題なのかなと思いますね。さあそれで、これは特別なことではないんですよ。ある意味ね、親となった人にはみんなこれが必要だと思うんですよ。例えばね、子供にいろんなことを親ってのは期待しますけども、子供に期待をかけるほどね、親がそれほどのことをやってるのかってこともあります。例えば子供がね、進路に悩むときに親は進路に未だに迷っているとかね、大した挑戦もせずに子供にだけ挑戦を促したりとかね、まず親がね、夢を見てワクワクしてるかってところもありますよね。現実に押しつぶされてなんとかその日をこなしてるってことだったら、子供もね、大人になったらもうこんな世界が待ってるのかと思って暗くなっちゃいますよ。で、子供が尊敬する人って言った時に親の名前が上がらないとかね、一番近くの大人が軽く見られてて、宇宙の彼方の世界の果てをどっか知らない人をね、尊敬してるみたいなことはすごく悔しいなと思うようなね、その親の精神も必要だと思いますし、その仕事や会社を子供が選ぶときに、親がやってるね、お父さんやお母さんがやってるような仕事がやりたいとか、お父さんやお母さんがやってるようなビジネスがしたいっていうふうに思わせられないような仕事やビジネスをやってるのか、で仕事に不満を持っていたりとかね、人間関係に不満を持っていたり、自分の収入に不満を持っていたり、とにかくね、全然人生楽しんでないような大人が子供を持った時に、子供に果たしてね、最近の子供は夢がないよねって言えるのかってことなんですよ。夢がない親が夢のある親を育てられるのかなと、夢を見せられるのかな。で挫折とかね、辛い思いになった時にどういうふうにね、子供にその背中を見せていけるのか、自分の姿を見せられるのかってところもあると思うんですよ。でそれがやっぱり、師弟関係ってものにもあって、やっぱり塾長がものすごくね、負け惜しみじゃなくて本当に豊かで、苦しい時にでも逃げる精神を見せずに毅然としていて、そして、やると決めたことはずっとやるみたいなことでね、こういい姿を見せていく、それがましてやね、30代とか40代とかね、50代みたいな油を乗り切った人がそれをやっていかないと、この世代の人がすぐにくじけたり心が折れたとか言ってれば、それはね、10代の子20代の子はかわいそうですよ。あー、なんか大人ってダメだなと、年取るだけでまさに老害だなっていうふうに思われて、ちゃんとやってる人まで老害っていうフィルターをかけられちゃうんで、まあある意味ね、飛び火した迷惑がかかるんではないかなと思うんですよね。私はだからね、老害どころか老益になりたいと思ってるんですよね。お金のこと、仕事のこと、人間関係のこと、恋愛のこと、全部任しとけみたいなね、そんな大人になっていきたいし、もう体力もむちゃくちゃあるよみたいなね。私はもう50になりますけど、20代の子と相撲やったって負けないような体力もあると思いますし、まあ、なんですか、筋トレもね、しっかりやってて、ダンベルも上げられますし、体力も結構あるんですよね。でも2時間ぐらいマラソンしてても多分へっちゃらだと思うんですよ。まあ、そういう風な体力を年齢を重ねれば重ねるほど積み上げていくような姿を見せることによって、憧れの大人像っていうのがね、もしかしたら見てくれるんではないかなとか思いますし、何かっていうと、言い訳ばっかり上手だったりとか、人を攻撃するのが上手じゃなくて、自分に対してはまだまだできるはずだと、自分の力はまだまだ、年を取ってもまだいけるんだっていう風な、この自己否定論ね、まだできるはずだと、まだ自分は手を抜いてるところがあるはずだっていう風に、自分をね、信じていく、高めていくための自己否定論、これをね、しっかりと使っていただいて、あるところは自己肯定していくっていうところも、ね、それは必要です。自己肯定と自己否定を上手に使いこなしていかないと、全部自己否定でもないですし、全部自己肯定でもないんですよ。そういうふうな部分では極端は絶対使っちゃいけないと思いますしね。そしてこの億万長者合宿っていうものをね、見て、じゃあ誰でも億万長者になれるんですかみたいなことを考える人がいますけども、そういう発想だからね、お金が稼げないんですよ。違うんですよ。億万長者目指すのはいいですけども、最初にね、じゃあ1万円稼いでますかってことなんですよ。1万円も稼げない人がね、1億円とか思ってるから、それは終わりですよ、もうそんなこと。だからまずは、1万円で無理だったら100円を稼いでみましょうと。ね。家族の誰かに100円のものを売ってみてください。これできなかったら終わりですよ。億万長者なんてもうお呼びもつかないです。だって億万長者になる人って、身内にもきちんと商品を売って、それで喜んでいただいて、さらにね、その身内から身内の知り合いにつながっていくってことを生かさないと、それは短期間で1億円なんて稼げるわけないですよね。自分の直接のつながりのある人にしか100当たりできないんだったら、100当たりしかできないんだったら、それは限界きますよ。違うんですよ。自分が伝えた人がさらに向こうの人に伝えてくれるっていうふうな口コミが起きるからなんですよね。ビジネスってのはこのレバレッジです。口コミっていうレバレッジが起きないと、集客もいちいち自分がやらないといけないと。で、時には広告に頼ることもあるかもしれませんけども、私はね、1年間で2万人のメルマガの読者さんを集めてきて、これはもうほとんどの人は無理だと思いましたね。で、1万4000サイトを5年間で作ってきて、これはほとんどの人は無理だと思いました。一個一個作る、一人一人会うを繰り返していくのは、私ぐらいしかできないんですよ。
で他の人は無理です。だから絶対にあの誰かに噂してもらえるようなそんなね発信をしてもらいたいと思いますし、誰かに噂されるような人格を磨いてほしいなと思います。そのためにどうするかっていうと、自分の私利私欲ではなくて人の幸せを願い、そのための行動をすること、常にとにかく誰かを応援しているってことですよね。そういうふうにしていけば、あの人に、名前を覚えられたら応援してもらえるよっていうふうになると広がっていくんではないかなと思いますし、自分のいないとこでも自分のことをどっかでね誰かが噂してくれて、それがいわゆる口コミっていう、そういうバイラルを起こすんではないかなと思います。2019年ね、皆さんはねどんな口コミを起こさせたか、どんなバズりを見せたか、そして自分の人生がね2019年こんなに変わったんだよっていうふうなことを、別人のようにね、別人のように変わったんだよと、違う人のように変わったんだよって言えるかどうかですよね。1月1日もしくは2月3月の自分の姿を思い出してみて、あの延長に自分があったなって思うのか、それともまあそことは全く関係ない自分になったかなというところでございますね。私もねアフィリエイトの世界からもう完全に足を洗って全然違う隠居って世界にいます。人間関係も変わりましたし、私のところに来るメールも全然変わりました。いやこういうことなんだろうなと思いますけども、皆さんいかがでしょうか。